皆さんおはようございます。ブライダルモデルヨガインストラクターの萌えです。今日は朝起きて一番にやると脂肪が燃焼し続ける私が毎朝行っているベッドの上で行えるストレッチをご紹介します。まずは足をブラブラブラーと揺すって、手をグーパーグーパー、そしてお顔を左右にパターンパターン。これはまず目覚めるときは足先、手先、そして頭の先、末端から動かしていくと末梢神経まで血流が流れやすくなるので、まずはこうやってポイントごとに動かしていきます。では次、足と足の裏を合わせて合石カエルさんの足を作っていきます。そしてゆっくりと、今日朝一番の一番深い呼吸を行います。鼻からも口からもゆっくりと吸ってゆっくり吐いて、こうやって手のひらを上向けにすると肩関節からしっかりと開いていけるので、一日中背筋がしっかりと伸びた状態で呼吸が入りやすい状態を作っていけます。股関節はこうやって軽くゆさゆさっと動かしていきましょう。では今度は右手で右膝、左手で左膝を抱っこしていきます。そしてゆっくりと股関節を回していきます。この時に左右差がないかどうかを確認します。そして内回しから外回し両方行っていただいて、どちらの方が行きにくいかな、右と左どちらの方が硬いかなというのを、呼吸を止めないようにして股関節の硬さや違和感を朝起きてすぐ確認していくようにします。では次、右の足のふくらはぎの真ん中あたりを左の足の膝の上に置いて、このようにこすってマッサージしていきます。これを行ってから1日を始めると、足が本当にむくみにくいし、デスクワークの方なんかにはとってもおすすめです。このあたりの血流ってじっとしていたり同じ体勢でいると滞ってしまいやすいので、しっかりとこうやってマッサージ、しかも寝たまま超楽ちんに行います。今度反対ね。このあたり、ふくらはぎの真ん中あたりって水はけのツボというツボがあって、このツボはむくみを解消してくれるし、いらない老廃物を外に出してくれるので、夜押しても効果はあります。しっかりと朝こうやって流してマッサージしていきましょう。同じように手のひら上向きにして肩関節を開いた状態で行うと背筋もすっと伸びてきます。呼吸は穏やかに行っていきましょう。少し外側にずらしたり内側にずらしたりしてみても効果的です。では次、横向きになっていきます。横向きになって、こうやって股関節を固定したまま上の足だけ半分カエル足さんでしっかりと動かしていきましょう。まだ眠いという人はこうやって枕に顔をうずめた状態で下半身だけ動かしていただいても大丈夫。しっかりと燃えてほしい箇所、この股関節を動かしていきます。ここを動かしてから1日を始めると代謝がとってもアップしている状態で始められます。さあ、このままゆっくり起き上がって片方の足を伸ばしていきましょう。右端から伸ばしましょうか。左手を遠くへ、右手トントントン。そして足をつかみたいんだけどもつかめないという人は、ここタオルなんかを足の裏に引っ掛けてもらっても大丈夫です。そのまま首の力を抜いて前後にゆさゆさと揺れることによって背中周り、腰周りの張り感がじゅわーっと取れていくのを感じます。寝ている間にこのあたりってとっても固まっているので、しっかりストレッチしましょう。さあ、今度反対向きでもう一回寝ちゃう。
反対側のカエル足さん行っていきます。そう、こうやって私は少しベッドの上で起きてからゴロ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 、そしてストレッチをしながら呼吸を深めてから起きていくようにしています。ポイントはこの骨盤動かさないようにしてね。できれば足と足の裏をしっかりと離さないようにして、上半身はまだ寝ちゃってても大丈夫。そう、足をしっかりと動かして代謝をアップしていきましょう。さあ、同じように今度反対の足伸ばしていくよ。手が届かないという人はタオルとかハンドタオルとかをここに引っ掛けてね。そしてゆさ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 、こうすることによって背中周りの緊張がほぐれて、自律神経のバランスがとても整った状態で呼吸が深くなっていきます。この状態で1日を始めると首肩こりがかなり軽減されます。呼吸は穏やかに行っていきましょう。さあ、今度はうつ伏せになっていきます。枕を抱っこしちゃっても大丈夫だし、肋骨、溝落ちのあたりは床から離さないようにして、頭遠くにして首を長くして上半身を少し上げていきます。息を吐いて少し下に吸って頭が遠く、そう、これを繰り返すことによって猫背巻き肩さんを解消した状態で一日が始まります。パソコン作業が長い方はこれをしっかりと行ってください。さあ、だんだん目覚めてきたね。もう一度少し抱っこをして、手と足を上向きにしてブラブラブラーと揺すっていきましょう。血流をすごく良くして手足のむくみを取って、そして一日を始めることができるんです。30秒振るだけですごくむくみが取れるから、びっくりするぐらい効果があるから、少し頑張ってみてください。だんだん目覚めてきたね。今日はどんな一日になるだろう。ワクワクするね。 OK、 どんどん目覚めてきた。ではいよいよ目覚めていくよ。足を上に上げた状態からスタート。開いて閉じて、開いて閉じて、小さくクロスのアップアップ、開いて閉じて、開いて閉じて、小さくクロスのアップアップ、もう一回、開いて閉じて、開いて閉じて、小さくクロスのアップアップ、開いて閉じて、開いて閉じて、小さくクロスのアップアップ。これは一気に足のむくみが取れていきます。そして1日の始まりにこれを行うことで足がむくまない。 OK、 目覚めたね。呼吸が深まって足のむくみが取れた。今日も1日素敵な1日になりますように。いってらっしゃい、頑張って。ではこの動画をご視聴いただきまして本当にありがとうございました。この動画のご感想やご質問はコメント欄にお待ちしてます。チャンネル登録やグッドボタンもとてもとても励みになるのでお待ちしてます。あなたの気になる部位別ごとの動画が見れる公式 LINE も作りました。こちらは概要欄からぜひお友達登録お待ちしてます。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。